皆さん、こんにちは。ただまより第72回税理試験5キロに関する回答速報、ポイント速報を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、っとね、今日はあのポイント速報ということでございまして、あのお時間ね、30分程度になろうかと思いますがあ、ちょっと頂戴いたしましてですね、えー、本日、 ねまあ、これあの収録しているのが試験当日ですからあ本日実施されました税理士本試験ですね、えー、第72回本試験のボキロについての、まあ、僕のざっくり言うと雑感というか所感というかあそれをねとりあえず今日の時点で、まあ、軽く皆さんの方にご案内をしておこうとでその上で当然のことながらあ紙ベースの模範解答であったりあと私どもが考える予想配定まあさらにはボーダーラインぐらいですかね えこういったものについてやはり皆さん方あご関心がおありだと思うので、えー、それらについてのご案内はですねちょっと紙写しますけどねよいしょあ今しばらくちょっと時間をいただく形になりますでウェブベースで、えー、回答速報という形でね、えー、今回の簿記論についての模範回答私どもの考える模範回答とあとあの予想拝てももうここで入れてしまうとは思ってるんですが これをね8月5日金曜日を目安に Web、えー、の方で私どもホームページからアクセスしていただける Web の方でねご案内をしていくという予定にしております、まあ、あまずこの日の段階で1つ回答という形で出しましょうというふうに今のところ動いておりますでその翌日ですね8月6日土曜日になりますが、まあ、土曜日の時点で、えー、徹底検証会 まあ水道橋本校の方で私担当でやらせていただくんですけども徹底検証会ございますから、まあ、こちらねあの n、ー、a でもやりますし、えー、各本校とウェブでつなげて、えー、ご聴講いただけるようにもしてありますし、まあ、あとは後々ねウェブアップもしていきますでこの徹底検証会の段階でまずね私どもレッグが考える、まあ、一旦確定的な回答と おー配点箇所と、まあ、ボーダーラインの確定的なもの私が考えるっていう前提ですけどね、えー、それをまあ皆さん方にお伝えしていこうと思いますんで、まあ、日程としてはこういう形で進めていきますただ、まあ、実は今ね、あのー、まさにこの墓論の問題もそうなんだけど少しねちょっと解釈を。 決めかねてるるところもあるんですよ、まあ、第3問の問題の内容としてちょっとね、えー、解釈決めかねてるところも正直ありますから、まあ、まさにこれからね、えー、そこら辺についてはあ検討を重ねてって、えー、レックとしての回答、まあ、これをお出しするというふうに思ってるんですがもうちょっと今しばらく時間がやっぱりかかるんでね、えー、少し。 そうねやっぱりちょっと確定的な回答としてお出しするには検討を重ねなきゃいけないなというところが今回のボケ論の本試験に関して言うとまあ第3問でありましたまあ税効果の関係なんですけどねただ、あのー、そこはね、まあ、現実的に申し上げると一般の受験生さんには正直あまり関係ないです、えー、もうそこの部分なんかは基本的に、まあ、第3問ですから第3問における税効果関連っていうのは一般的にね、えー、積極的に攻めるようなものでもないので え別にそれができなくたって痛くもかゆくもないわけですからあ通常通り個別論点についての回答作業を進めていっていただいて、まあ、常日頃私申し上げておりますけどもお目標とするのは50点のうちの25点以上いうところになるからまあそれを目指して回答を進めていただくという意味でいえばあ別にそこの部分がねできなくても痛くもかゆくはないんですがただやっぱり回答としてお出しする以上そういうわけにはいかないんで。 えー、もう少しそこの部分なんか検討を重ねなきゃいけないなというふうには思っておりますんで、まあ、今しばらくねご有用いただければというふうには思うんですけどもおとりあえず今日の段階でね「簿、え、記、ー、論の本試験」の問題を見たあ私の思うところをですね、えー、少し皆さん方にご案内をさせていただいて、まあ、あ少しね問題状況についての把握 うー試験を受けになった後にやっぱりね気が気じゃないところってあると思うので、えー、少しそういう問題だよっていうね、まあ、これ一つの見方ですあ,のあくまでもこれは僕の主観の問題だからあそうじゃないよっていう人たちも当然いると思うし、まあ、学校によってはねそれぞれ主要な題材として触れてる問題っていうのは当然違うわけですからあー人それぞれ見方っていうのはあるとは思うけども、まあ、私どもで、ねえー、講義をさせていただいておりますから。 あその講義内容等々を前提にした場合、まあ、今年度試験についてはこういったところが攻めどこでしょうとおいうところなどについて現状ね、えー、少しお話をさせていただければなというふうに思いますでねまあ皆さん方あ今日もね本当に暑い中試験会場行って試験受けていただくというだけでも、まあ、結構やっぱ体力的にきついところもあったと思うんだよねでなんか一部情報が僕のところに回ってきたのは あの試験時間が早く終了って試験監督が間違えて言っちゃった場所もあったみたいで少しドキドキしたっていう方もいらっしゃったみたいですけどまあまあまあそういうのもねあったりもしましたがとりあえずね全体としては無事今年度の試験進めることはできたというところになります。でその上でもともと私簿記論の担当講師でもございますんでね今回の簿記論の問題を見た私の所感です。 で所感ですがまずあの全体的にはそうだなまあ普通普通よりちょっと解きやすい部分は多いかなという気はします少し解きやすかったような気はする問題としてはね、まあ、当然本試験ですからああへえへえボンボンとねあの問題文読んで何でもかんでも解答作業できますよでそういうわけにはいかないですけどもただ全体的なバランスなんかを考えた時には うーんそうね、ちょっとやっぱり今年は手が出やすいかないう気がするし、ある意味、まあ顕著かなっていうふうに思ったのは、第一問あたりかな、第一問の問いの一番は、まあいわゆるこれ取引推定ですね、まあキャッシュロー計算書なんかメインに来てるから、ともするとキャッシュの問題だっていうふうに勘違いされてる方もいらっしゃいますけど、キャッシュの問題ではないですね。キャッシュロー計算書を読み取るという話で、本来的にはいわゆるこれはもう感情分析に基づく取引データの推定をやってくれと。 でその過程で当然のことながらキャッシュロー計算書に記載されている取引データを読み取るわけですからもうこんなのはね感情分析を通じた回答作業の実施というところになりますからある意味もう典型的かつ古典的なボケロの問題ですだから私はねあの個人的に言わせていただくと今日の第1問に関して言うとまず問いの1番、まあ、これはあの回答時間との兼ね合いっていうのはあるとは思うけども基本的にはこれはもう攻めどころだと思いますよ。で 攻めとかだと思うしまあなかなかこの手の問題ってのはどんなに簡単な問題でもね取引推定ってのは満点取るのは厳しいんですで満点取るのは厳しいけどもただまあ比較的全般にわたって言えば手は出やすいんじゃないもう大事なのはやっぱ時間でしょうねで今日のねボギロの問題に関して言うとちょっとまあ話飛ぶけども第1問の話を今僕してるでしょしてるんだけどね あの全体的な問題チェックを当然最初に皆さんやってくださいともう僕はもうこれ散々パラ言ってますから皆さんやっていただいてると思うんですけどもあのね全体的な問題状況をチェックすると、まあ、例えば今年の第3問なんか例年に比較するとちょっと量少ないですよ、ね、で少し量が少なめだったりでなおかつもうこれはもう皆さん方ああ注目の一致するところだと思うんだけど第2問は時間かかんないよねかかんないでしょ お第2問から先にやったりすると第2問の時間って相当走れると思うんですよ。で第2問の回答時間が相当走れる分だけ、まあ、例えば第1問に時間を振り向けるってことはできるはずでその前提で言うと第1問の問いの一番っていうのはもう伝統的かつ王道的なあ取引推定であったり、まあ、あとは、まあ、ちょっと珍しい形ではあるけどね与えられている資料を前提に当社採用の基調方式の名称を答えるみたいな、ね、これいわゆる純粋対荒れし母教ですよ。ね 純粋対立式母教まあ純粋対立式母教っていうのは基本的な名前にはなりますけど純大陸式とかねいうふうに呼ぶ場合もある,あるし純粋対立式決算法っていうふうに答える場合もあるんでまあある程度ね許容幅っていうのはあるのかなと思いますけど一般的には純粋対立式母教ねこれはもう解散脱勘定があるんですから明確ですねでこういったところを答えなさいみたいな設問になってるんで 今日ね、僕の感覚っていうのかな私どもレックで1年間にわたって受験勉強をやってきていただいた方々を前提に申し上げればまあ帳簿体系はね今年の試験委員の先生、ね、ご入任された原先生のやっぱり主要な研究テーマでいらっしゃるというところもあるわけですからあーそういう点を考慮すればまあ普通にですねここら辺というのは当然土台として。 ね、やっていただける話だと思うし、で僕はもう授業中もずっと申し上げてきましたんで、あの、冒険論ですから、感情分析やって取引データの推定やるなんて当たり前なんですね。で、だから、別にこれは突飛でもなんでもない。で、なおかつ、今日の第一部の問いの一番に関して言えば、もうこれ講師の欲面も含めてですよ。講師の欲面も含めて申し上げると結構取れます。結構取れます。あの、そうね、ちょっと煩雑性が高いかなと思えるのは、例えば、損益勘定に記載する項目のうち、 まあ推定番号1番になってる仕入れであったり、2番、2番じゃねえ、8番になってる売り上げとか、ここら辺はちょっとね、多少煩雑性は高いかなっていう気はする。ただ、逆に言うと、それ以外のね、2番の退職給費用でしょで、3番の減価償却費。で、4番の支払い利息。まあ、支払い利息がなんか5%増加がありますなんていうのは入ってますけど、まあ、この点に類似するような問題っていうのは、実際当連でもうちやってもらってますから、そうするとね、 キャッシュ関連って言ったらあれなんだけど、第一問の問いの一番に言えば、推定番号の一番、二番あたり、まあ、ごめんなさい、一番、八番あたりはちょっと解きにくいかなっていう気もする。まあ、僕なんかこれ解くときには、基本的に売上債権全体で一つの勘定とか、仕入れサーブ全体で一つの勘定を作ってまあ回答しましたけど、あのそれは別にね、えー、売り書金とか受け取り手方とか、あそれぞれ勘定、えー、設定の通りに、 分析やってったって別にいいんですが多少やっぱ煩雑性は高いかなっていう気はするんで1番とか8番とかそこら辺ね損益勘定記載のデータのうち1番丸8番あたりはちょっと解きにくいかなっていう気はするよただそれ以外のものは結構解けますよ結構解けるっていうかもう取れたんじゃないですかあという気はするしえ閉鎖残高勘定記載のデータだって そんなに図抜けて難しいのってないんじゃないかな。まあ未払い利息もいけるし、累計額もいけると思うし、繰り越利益上金なんて簡単ですね。で、繰り越利益上金なんか当然のことながら、これ、配当、上金の配当に関する話がありますけど、これ簡単でしょ。あの、資料の今見たときに、解散脱勘者ゃって現金を美容金に載ってて、ね。 で、同じく、当期末の閉鎖残高勘定を見れば、現金預金に載ってるわけですね。で、その2つのデータを読み取ってもらえれば、資料1番に載っかってたキャッシュロー計算書。ね、末尾に載ってる現金日、現金同等物の期末残高と基地残高が埋まるんだから、サークルで求まるのがあ、下から3つ目の増減額でしょ。で、キャッシュなんていうものは、実際作ってくださいっていう問題出た時には、もう末尾から埋めるんですって話はしてるじゃないですか。だから、王道的なところでやっていけば、ああ、現金,現金同等物の増減額すぐ出ちゃうでしょ。出ちゃえば、 この問題キャッシュローケ算書を見たときに営業活動のキャッシュローの総額いやごめんなさい順額ね末尾のところでさらには投資活動のおによるキャッシュローの順額最終値ねもう載ってんだからねでこの営業活動によるキャッシュローと投資活動のキャッシュローと財務活動のキ,キャッシュローのトータルが当然ですけど現金及現金同等物の増減額になるんですからもう3枠で出るじゃないえー、財務活動のキャッシュローの順額ベース最終値が出るでしょう3枠で。 それが出ちゃえばあ、そもそもですけど、財務活動のキャッシュローって不明になっているのはあ、配当金の支払い額しかないで。配当金の支払い額がそこで読み取ることができればね、解散宅勘定等々のデータからしてですよ、準備金積み立て額がいくら出るかというと明確にわかるんで。ねえー、だからそうすると、結構これやっぱやりやすいと思いますよ。で類似する問題はあ、当連等でも皆さん方に解いていただいております。まあ、ですから、 まあ今日なんかは第1問の問いの一番っていうのはちょっと僕は個人的にはですけど勝負のかけどこだったような気がしますね。っていうのも第2問とかはもうこれは誰がどう見たってやんなきゃダメですよ。ね。まあ、第2がどう見たってこれはやんなきゃダメ。でそこはもう当然取っていただかなきゃいけないんで,で第3問のところっていうのはそんなに大きな差をつけるっていうのは一般的にはやっぱなかなか厳しいところもあると思う。ただ まあ個人的な話で言わせていただければ僕はの収益認識基準の絡みで言えばね一番試験に出やしやすいのは普通に考えりゃ建築業の話ですよというのはずっと言ってきたまあ今日みたいに第3問の総合問題の中にね入ってくるというのはなかなかね一般的な形式ではないけどもただもうやっていただく論点自体は同じなわけでその前提からすれば まあ、第3問、そこら辺をしっかり攻めながら、あとは、まあ、仮にそこの部分で止まったとしたってですね、通常通りパートパートで点数詰めるところってちゃんとありますからね、あるでしょだって普通にやっていけばいいだけの話、あるじゃないですか。現金預金の話だってなんだって。で、その前提からすれば、まあ、目標の半分っていうのは十分ね、狙える問題だと思うんです。で、第2問でそのうに点数詰めるとなれば、やっぱりね、一番勝負かけた方がいいなと思うのは、第1問、問一です。 で僕はこういう問題感情分析による取引推定っていうのはもう募論の色ロの意であるとね読書にしたって何したって題材が何だってね、えー、こういう感情分析っていうのはやっぱり募論をね、えー、攻略するためには基本の知識なんですよって話はずっとさせていただいてるんで、まあ、なおかつ今日のキャッシュローは正直言ってもうほぼデータ載ってますからねこれはやっぱり正直僕講師の欲目で言うと取ってほしい。 こっちが勝負のけとだ思いますよ少なくとも私どもの講義に関して言えばね、えー、レックのご受講いただいてる方々にとってみればそれが基本じゃないですかで逆に言うと第1問の問いの2番まあこれなんかね委託受託買い付けが出てますから、まあ、正直言って重箱の隅つくような話かなっていう気はするからあんまりねうちなんかだともうこんなのやってないで何な,ならこんなの見なくたっていいですよと僕言ってますからあのー、まあパートパートでねい 取引推定仕分けの推定やらなきゃいけないんだけど普通に商品売買の知識があったりあとはあ皆さん方にはまあ、委託販売の裏として受託販売ぐらいまではざっと見ていただいてますのでまあ、それをね売ってください、売ってあげますよじゃなくて買ってください、買ってあげますよ買えるだけの話ですからパートパートで仕分けの推定やるぐらいはできたと思うしあとは返品券付き販売の話なんかもあるんでそこらへんなんかはねわりかしベーシックに対応することもできたと思うんです。 でそういうふうにパートで点数を取っていくっていう前提の回答で第1問の問いの2番は全然いいと思いますよ。でこれちょっと配点どうするかっていうのはまだ決まってないんだけど、まあ、そもそも第1問ってねあの回答を記載していただく項目数がもう25箇所超えてるんですよ。でしょで25箇所超えてるからあの1箇所ずつ1点ずつの配点できないんですねこれ25点超えちゃうから。じゃあどうなんのっていうと多分これ仕分けはね横一で採点だと思いますよ。 孫はいくつかありますけど僕は今の時点で僕は個人的に思ってるんだけど仕訳ってねこれ一組の仕訳で何点で点数つくような気がするよじゃないとちょっと点数25点超えちゃうもんだって回答枠が合わないからでそうするとまあそんなに大きな点数差を生むような事案でもないのでまあ当然できたらできたに越したことはないですよで,できたらできたん越したことはないけどもまあ別にね 1> 第1問の問いの2番ができないこと自体は、まあ、さほど僕は問題ではないかなというふうに思っています。ただ逆に言うともう繰り返し僕はずっと言ってますけども第1問の問いの1みたいな問題っていうのはもうこれは募金論の基本です。あの好き嫌いはあると思うよ。 好き嫌いはあると思うけどただ嫌いいいでで済ましちゃいけないんですよだって感情分析やって回答を出すなんていうのは題材が何であったってボキロの基本だよってのを繰り返し申し上げてるんですからでなおかつこの問題はキャッシュロー計算書なんかほぼデータ載ってるんですからね別に作れっつってないわけですよでその前提で記載データを導出していただいてまあそれが導出する過程というものを感情分析図に起こしながら作業しましょうって話だから工動用だけど売上げに関するね 売売上上高高のの算算定とととかか損益に記載される価計算とかそっちは多少反殺性高いと思い思ますただ、それ以外のものっていうのは、決してえ手が出ないほど難しいかって言ったら、そんなことないです。でむしろそっちの方が取りどこ。で、時間的なことを考えれば、まずそこでしっかり点数を積んでいくってことの方が大事です。おそらくですけど、僕、この問題の構成からすると、第一問の方は純粋に一箇所一箇所点数くると思いますよ。で、第一問問いの2の仕分けは、 ちょっとこれパートパーートトの点数にならななないいじゃないかな全部実際に埋めていただく項目数数,数々やれば一目瞭然ですけど全部1点ずつ配点やったって25点超えちゃうんですからできないですよそれだからそうなってくると普通に考えてね仕分けの部分っての横一列配点とか一組全部合ってた配点とかそういう形にならざるを得ないと思うだからあ第1問に関して言うとまあ王道的な 第一問,の問いの一番がちゃんと取れたかどうかいうところがやっぱ大事なんじゃないですかねだから例えば利息なんかでもね借 <laughs> 入れ金に関する利息でねえー、3本ぐらい借入れ金があったのかなで3本ぐらい借入れ金があって1本については当期の利払い実施後利率を0.5%引き上げたとじゃあここの部分どこにかかるのって言ったら当期末のみこしにかかるんですねでそのみこしの部分が5%増であると いいう状況なんかかをししっかり推認していただければ、まあ、逆に言うとね問題資料に載ってある解散脱勧奨のデータなんかを見ることによってですよ前期末におけるその 5%0.5% 引き上げ前の利子率に基づく経過勘定のデータ等の推認ができるわけですからそれを単調にしていただければ実はそんなに難しくないだからこれまあ特殊仕分け長なんかは今年ねやっぱり主要な論点とありなり得るんで。 歩行という形でうちやらせていただきましたけども、特殊仕分け帳という形態では出てないですけど、まあ、いわゆるこれ、今回回答を書いてもらってますけど、純粋対立簿記用の基本的体系であったり、与えられてる資料の意味合いが正確に理解できてれば、あーこの5%、0.5%か、利子率上乗せされたよっていう内容を考慮していただいた上での利息の算定、こんなん大したことないです。大したことない。全然難しくない、ね。まあ、こんなこと言うとあれですけど、難しくはないです。資料の読み取りだけです。 で資料の読み取り意味合いが分かんないとすなわちえ資料として与えられている解散残感情や損益勘定閉鎖残感勘定の記載中の意味合いというものを正確に理解しておくことができないと土器一の体系というものを正確にご自分の中に取り込んでおいていただかないとこれはできないだからあ,ある意味こういう利息関連の題材なんていうのはいい題材だと思いますよ別にこれ突飛の話はやってないわけでねでただ 感情データ記載値の意味合いが何を意味していていかなるデータがどのように導出されてここに載ってるのか、まあ、その簿記の基本的な基調の体系であったりとか基本的な計算過程というものが正確に理解できてるかどうか等という趣旨の問題ですからめめちゃめちゃゃいいい問題だと思いますよあの僕みたいな人間が試験員の偉い先生方がお作りいただく問題にねどうこう言うなんていうのは本来ねすい違いなんです。 水違いなんだけど僕ね去年の問題も本当にすげえなと思ったんですけど今年のこの問題もいい問題ですよ。本当にいい問題だと思う。まあ来年以降はまたね別の先生多分なるんでしょうからあれでしょうけどもこれやっぱいい問題だよないい問題なんてちょっと本当偉そうでおこがましいんですけどいい問題だなと思いますね。 あの本来的にやるべき勉強をちゃんとやったかどうかっていうのが分かりやすいのが第一問の問いの1だと思うよ。本当に。これがボケ論ですよ。だって逆に言うとね、僕はやんなくていいっつったから、やんなかったかもしれないけど、別にやんなきゃやらないでもいいんですけど、第一問の問いの2、別に責任転換とか責任回避で言ってるじゃないですよ。第一問の問いの2みたいに返品、ゲー付ケ、販売の仕分けとかあるでしょ。それはそれでちゃんとね、 やれたことは大変,大変結構なことだと思うけどあんなのは別に形を覚えればできる話じゃないですかそれって本来的に簿記論で求められる知識の音と,とは違うからね全然違いますからね、まあ、伝統的に簿記論はこういうもんですから ですから内知もの問いの位置みたいな問題でしっかりと感情分析を起こしながら回答作業が起こせるそれはすなわちねいかなる形で計算基調されたものがいかなる形で回答資料等に与えられているものに反映されてるかその全体的な基調の体系がご理解いただいているかどうかって話ですから断片的な一つ一つの処理に関する仕分けだけ答えさせる問題では全然こっちの方がいい問題なんですよ体系的に内容の理解できるからだからこれいい問題です で、これは本当に僕いいもんだと個人的には思う。ね。こういう問題は別に今年初めて出たわけでも何でもないです。題材は変わりながら普通に出てます。だから、あこの第一碁の問いの一番なんかは僕めちゃめちゃいいもんだと思う。ただ、残念ながらどんなに簡単な問題でもね、取引推定っ,て言っちうのは難しい。難しい。だから満点は出ないです。満点は出ないと思うけども、逆に言うと、 ある程度取れる人とそうじゃない人の差がうんと開くから僕今の時点で思ってるのはこれ結構第一問の問いの一番は一つ勝負の分かれ目になるんじゃないかなっていう気はしますよ個人的にはねこれだってできない人下手すると2箇所3箇所ぐらいの回答で終わっちゃうかもしれないねと思う。ででもできる人って そうねこれかなり取りますよこの問題まあ1個2個間違えるレベルじゃないですかで僕思いますねうーんそうなってくるとこれ結構第一問の問いの一番で重要になってくるかもしれないねと僕は思いますまあだからここまあ、全体としてねどれぐらい第一問の問いの位置ができてるかっていうところあるけどまあでも一般的に言うとこういう問題嫌いな人多いんですよ 嫌いいなもん人が多いどっちかっつったら第一問問はあのもう短所短所の仕分けを答える話ですからあそっちの方,の方がやっぱり好きな人は多いけどねただあちょっとこれは結構響くような気が僕はするで少なくともお私どもレックの受講生さんに関しては第一問は問いの一番まあこれをちょっと攻めどこにしてほしかったな で問いの2番なんかは、もう先ほどま申し上げてる通り、まあ普通に考えていっかいつけなんでなかなかね、やるっていう機会も正直ないから、だからまあ見たことないよっていう方もいらっしゃったと思うんで、まあ、全然それはしょうがないと思います。ねえ、別にうちはそれはやってないので、ね、解けなくても大した問題ではないと思います。やっぱ大事なのは問いの1番です。ですか あーそこでしっかり点数取りくる。まあ知ってれば多分問いの2の方の方が解けやすいですよ。これは知ってるか知らないかですから。断片的にポンポンポンってしばらく答るだけですから。だからそういう意味ではやっときゃよかったでしょって言われれば確かにそうです。その部分のご批判については僕は甘んじで受けます。ただ逆に言うと僕はこういうのはできるようにしてくださいと。責任いて言ってるじゃないですよ。問いの1番みたいのはちゃんとできるようにするんですよって話はしてるし、ね。 問いの3番で検出業会計出てるでしょ収益認識基準の題材として一番出しやすいストレスないのはこれですよって僕言ってますからね。だからあその前提からすればあ今日の第3問ねえ検出業会計受け入れ工事ねえ昔で言うとこの受け入れ工事の話ですけど検出業会計出てるでしょあれできますよね。工事さんの正式やとの設定だとそんな難しくないじゃないですか。でしょ普通にインプットをやるだけですから。 で、あえて言えば、工事経費の暗分ありますけど、暗分っつったら、原価証券を求めて、指示に従って、労務費で暗分するだけでしょそうすると、データが載ってる部分の経費が変わるから、トータル変わるだけでしょで、計算手続き進めていただくと、なんてことなく、綺麗な数字で出せるじゃない。でしょああいうのがちゃんとできてれば別にいいんじゃないですか僕はそれは出るよって言ってるんだから。ああ、そこの部分はちゃんとやれるようにしましょうねって、一番出しやすいですよっていうのは言ってるんだから。 あだからそういったところをしっかりやっていただければ別に問題なかったと思いますよ。だから結局時間配分等はやっぱりね今からも毎回同じですけど簿記論ですから当然必要ですよ。ね。だから怖いのはやっぱり第一の問いの一番なんか攻めどころにしてほしかったなって僕は個人的に思うけども意外とこういう問題ってはまると時間かかるんだよね。だから時間かかってしまうからそこをうまいことどうこなしていくかというところじゃないだだからあ例えばだけども 同じ問いの一番の中でもね「尊益勘定等々の記載値を読み取る」っていうのはどうしても感情分析になっちゃうんでその後の節連のつた例えば「純粋たり死母経」という名称の答えるもう解散だった感あるんだから当然こんなものは純粋たり死ですでそこの名称を答えるとかさらに消耗品に関する処理の順番を答えてくれって話があったでしょね消耗品に関する処理の順番を答えてくれって話があったけどこんなのもういろはのいいじゃないですか。 であえてちょっと考えなきゃいけないかなっていうのは消耗品費、丸6番か、借り方消耗品費で貸し方消耗品とかってやってますけどね、まあ、これはもともと皆さんの会社、丸3番が顕著ですけど、借り方消耗品で貸し方解散だってますね。すなわち、前期末における未消費残高は当然、消耗品勘上で登記、えー、に繰り越されてくる。 で、その上で、丸六番あたりは、消耗品費を減らして、すなわち貸し方消耗品費やって、借り方消耗品費。あ、ごめんなさい、貸し方消耗品やって、借り方消耗品費やってるでしょ。ね。で、その前提でまず処置がある。で、さらに申し上げれば、あ丸四番か。丸四番で借り方消耗品費で貸し方当税金になるよね。もうこれで分かるよね。何が言いってかってたら、皆さん、これ、基地は消耗品買った段階で費用処理ですよ。すなわち、費用主義です。 費用処理法ってていうのを左右してるだから、丸六番あたりっていうのは前期から当期に繰り越してきた未使用残高消耗品を消耗品非勘定に振り替えてさらにさらに期中処理として当座預金を相手にね借り方消耗品費で処理してるでしょうっていうのはもう取引過程でわかると思うのでその前提で順番振っていくだけですからもうこんなのもイージーだと思います。だからこういったところを先に解いておいて、まあ、その上で勘定分析に移行すると。 いう形でやってっていただくと第一問問いの一番しっかり取ることできたんじゃないかなとで私は個人的にはやっぱり受講生さん僕の受講生さんにはそこら辺を重点的に攻めてほしかったなという気はしますねで第一問の問いの二番にチャレンジをね有毛化にやっていただくのは大いに結構、まあ、これ仕分けの推定だし科目載ってるからねだから時間的余裕があれば少し問題趣旨を読み取りながら仕分けの推定をやるまあそれはそれでよかったと思いますけど まあちょっとこの第一もの問いの一番は積極的に攻めてほしかったなというのが個人的な感想ですね。えー、で意外とこれできます。できます。まあ実際もうおご連絡いただいて受講生さんもいらっしゃってやっぱね同じようなこと言ってましたね。あのー、売上高とか売上下がちょっとめんどくさそうだったから <laughs> 手焼きそうだったけどそれ以外は結構いけたと。だパートパートで攻めてくるってのはボギロンの基本ですからね。えー、そういう意味で言うと <laughs>。 そこそこいけるんじゃないかなっていう気はします。で第二問のちょっと第二問はねこれはこれはね皆さんどう思った？うん僕ね個人的な感覚で言わせてもらうともう限りなく満点に近い問題かなっていう気はする。まあだって問いの一番の幻想にしたって問いの二番の うん有価証券にしたってそうだけどまあ問いの一番の減損なんかはね、まあ、ちょっと共用資産の金があったりとかしているし、えー、より大きな単位でグルーピングした結果の共用資産に対する未配分損失が出ますからそこの部分の追加配分手数料をどうするんだっていう問題なんかも出てくるんでまあそういったところで少しね二の足を踏んでしまうところはあったかなという気はするんだけどもただまあ より大きな単位でグルーピングをする云々っつったって個別資産グループごとの減損損失の測定なんか何の違いもないわけですからまあやっぱり部分点という部分で言えば十分取れるだろうしまあ講師の欲目も含めて言わせていただくんだったら問いの1番もちょっとやっぱ満点ペースでやってほしいなと思うしね問いの2番の有価証券に至ってはそうねまあ唯一落としたっていいよっつうのは持ち分法ぐらいじゃないですか。そこは 別にできななくったっていいいんじゃないーん具体的にはこれ仕分けすぎて A10 ページ間のつったカッコ3番だっけえー、カッ3番。ねこれあの連結生産表上の処理を示せっつ言ってるけど、まあ、当然これ、あのー、対象となってくる C 社株式だっけ ?C 社株式ってこれ関連会社ですから連結手続きとしては当然もうこれ文字文法しかできないんですね。 で利益計算がなされた結果 C 社独自の税引の利益が7万8千円ということは7万8千円について皆さん方,、ね、さん方に帰属する利益についての振り替え手続きというのを持ち分法の場合にはやりますからそこの仕分けっていうのが唯一入ってくるんだけどこれはあの持ち分法がある程度収束してないとやっぱりできないと思うのでただまあ僕は個人的には持ち分法っていうのは保険の保険だと思ってるんでだから授業中にも言ったけど本当に余力が出てるから。 ある程度連結のベーシックなものができるようになってからやればいいよって話はしてるから、な別にこれはできなくったっていいんじゃないな全然間違えてもいいと思いますよ。で、これ間違えたってしょうがないかなっていう気もする。ただ、逆に言うと、それ以外は全部できるでしょねで、それ以外はもう普通にできるじゃない。その後の、同じく C 社関連の話でございますが、C 社関連でね、税引きの同期人利益がゼロであった C 社株式について、当社の帳簿上の仕分けを示すと。 これ普通に個別の決算やそうすると、これもう皆さん方、明々白々でございますけども、問題資料を見たときに、C 社に関して、C 社株式については時価がない株式なんですね。で、時価がない株式で、期末における実質価格、これがね、問題資料で明確に載ってます。ね で実カークが著しく低下したものでなおかつ25万7,000円が実価ですっていうのは載ってますから、まあ、明らかに取得原価の半年以下ですから当然これは減損手続きの対象になる減損手続きの対象になるんだから答える帳簿上の仕分けっていうのは減損手続きですねでしょあーそれだけの話なんで別にこんなの何なとこないでしょだから持ち文法ができなくてもこっちの部分ちゃんと回答しておいてもらえれば特に問題ないんじゃないですかね えー、いうふうに思いますんで、まあそうすると、まあそうね、文字文法までちゃんとやっといてもらえれば全然満点かなっていう気もするしただ、文字文法なんか別にできなきゃできないでもいいんで、えー、それができなくても、それ以外のところがしっかり取り切れてれば全然いいんじゃないですか。まあただ、本試験でね、やっぱり気が焦りながら問題解いてるっていうのもあるんで、意外とちょっとしたミスって言ったら出やすいですけどね。で、出やすいですけど、ただ、 まあ仕分けの枠を見ればねやるべき仕分けっていうのはどういうものなのかっていう判定もアシスト的に載ってるわけですからそこそこやっぱこれいけるだろうねだから文字文法以外のところはもう満点ペースっていうのが基本だと思いますよでただ実際にはなかなかそう思う通りいかないんでえもう1箇所もう2箇所っていう形でプラスで間違っちゃうっていうところはあると思いますよであるかもしれないけど まあ僕の感覚で言うと今日の時点の今時点の感覚で言うとやっぱり20点ぐらいは確保ができるようにまあ配点まだやってないから何とも言えないけどまあでも普通に20点以上は取る人ざらにいるんだろうね配点によるけどねうんという気がするだから逆に言うとねそれぐらいの問題ですねでそれぐらいの問題という感じがするから まあ、今日の第2問特に問いの2有価証券なんかこれちょっと間違えていい問題ではないですねで、ね、なおかつ回答もべらぼうに早いはずですよ特にあのー、売買目的有価証券だっけ B 社株式うんぬんとあって切り離し方式と洗い替え方式のね売却損益相当分出しなさいなっつってますけど洗い替えなんかめちゃめちゃ簡単じゃないですかでしょねえ あの取得してから売却まで、えー、これ3期目に売ってんのかな ?3 期目に売ってるけど、洗い替えなんだからね。で、洗い替えだって特性してるゃ、もう当然こんなものは僕は取得原価ですから。簡単じゃないですか。あで、切りし方式であれば直近計算の時間じゃないですかで。そこんなら仕分けなんか終わらなくたって、瞬殺もんでしょ。だから、時間かかんないですよ。今日の第二問。で、今日の第二問時間かかんないで、やっぱ第二問で過剰った時間を、 第3問はいつも通りやっぱり1時間弱程度は必要だと思うので、えー、第1問の問いの一番なんかにしっかり振り向けをしていただくことができれば問いの一番自体は実は感情分析だけちゃんとやればそこそこ点数は取れるっていう問題なのでまあ全体としての点数構築には役立ったんじゃないかなという気はしますねで第3問は第3問は、まあ、さっきも言いましたけど まあ今年ね収益認識基準の兼ね合いでまあ意外と第1問の問いの2なんかで出してくるとは思わなかったんですがまあ返品原付販売の話一応これは当連には出しましたんでベーシックの話として出してますがまあそれよりも僕はちょっとこだわった方がいいんじゃないかなっていう気はするのがやっぱりあの建設業じゃないですかでこれ2つあってどっちもインプット法で片っぽはねこういう損水費家電設定ありますけどまあ工動ですけど僕これは。 収益認識順の影響を受けて一番問題出すのにストレスないですよって僕ずっと言ってる話ですからねだからあー逆に言うとこういったところはしっかり計算取り切ってほしいし高資問推引き当て金の繰り入れなんかやっぱちゃんと出してほしいねこれでわざわざ回答用紙はあーその前提で回答が書けるように設定してくれてるから、まあ、そういったところをしっかりやっぱ取っていくってことは必要じゃないですかねでその上で ちょっとめんどくさいのは不動産賃貸部門における取扱いとかだけど、うーん、これちょっとまあ問題文の読み取り、まあね、読んであることを書いてあることを読み取っていただければ言われた通りやるだけなんですけど、ただ、これはちょっと厳しいかな。でもこれができなくったって、例えばその後に本社部門の現金に関する取り扱い、現金実践の話とかあるでしょ。こんなの簡単ですよね。 で当然こういったところであったりその後の当然金関連銀貨の話があったりで投資有価証券評価でしょ投資有価証券評価とかそうね貸し引きに関してはまあ一応ちょっとキャッシュロー見積もり法の話があるからこれが少し微妙かなっていう気はするんだけどね、えー、ただまあそれ以外の原価証却でリースねで商用引き当て金の話であったりとか 対象球引き,はできんねえ、まあ、全然ここら辺取れるでしょ。ねえ。で全然ここら辺取れるからまあこれもちょっと配点がどうなるかなっていうのが今何とも言えないところがあるんで検討今後するんですけどパートパートで言ったらねこれ配点によってはかなり点数取れますよ。だからちょっと僕今思ってんのは。 全体的に言うと少し得点状況高くなる可能性はあるかなっていう気はしてます。ただやっぱ第三問なんかで今言った通り税効果とかちょっと複雑なやつがあってちょっと趣旨がねいまいちどうなのっていうのが固まりきってないです僕らも今。固まりきってないところもあるからまだこれから比較検討しなきゃいけないんですがんでもちょっとこれは全体的にやっぱり手が出やすかった問題かなという気はする。でね やっぱりまあその収益認識準今後はあどんどんど,んどん、ね、いろんな形で出題はされてくるんだろうなというところはありますけども、まあ、その中でもね,うーんそうね、まあ、返品決議販売とか当連等でも出させていただいたんでなんとかそこだけでも頑張ってやっていただくとかああいう形でね対応していただければよかったかと思うんだけどもただ、まあ最悪それが終わってなくてもね くどだけどまあ僕は授業中に散々パラ申し上げてますからまあ建業とかあそういったところでしっかりと点数を取り切っていただくことができれば新基準関連でも十分対話できたと思いますだ結構勝負の分かれ目になるのかなっていう気はするのは今の時点で僕が思うのは第1問ですねで第1問の問いの1ですねあのー、これしっかり取れると結構楽ですよ多分 全然取れないい人って結構いるんで第一問の問いの一番みたいなものっていうのは付け焼き場って言ったら言葉悪いけどねあの即効性がないっつうの23問問題通ったり1か月ぐらいちょっとやったぐらいじゃねどうにもなんないですよこれ。で、ね、本当に簿記の基礎力が問われるんでだからもうコツ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 こういうのはいろんな問題解いていかないとやっぱねできるようにならない。で、ね、もって言ってしまうとあのキャッシュ自体が嫌いって人結構いるんでね。 キャッシュローがあるからもうやんないって人も実は意外といるのよ。その判断やっちゃうとちょっとやばいでしょうね。だってこれキャッシュの問題じゃないですもん。あのキャッシュを読むだけですから。でしょまあシい,いてい,いや、あの現金預金の末尾のところを出してね。でそこから、いえー、投資活動にキャッシュローの中に乗っかってた配当額を推定するなんていうのはまあ確かにキャッシュローっちゃキャッシュローかもしんないけど、純粋な目のキャッシュローの問題じゃないですもん、これ。だから、 うーん変に毛嫌いするっていうのがな、上っ面でちょっと判断しちゃうと、もったいなかったよっいうのはあると思いますね。ならまあ、うちの女講生さんの前提で言うと、まあ今日は多分、第1問、問いの1番でどれだけ点数取ってもらえるか。で、問いの2、第2問はもうこれはもう間違いなくみんな取りどころです。まあもう全員そうだと思いますよ。で、第3問はいつも通りの、まあ、半分以上。 ね、目標に据えていただければ、まあ、本当にこれ第3問ですからまあ今日の簿記論の問題も僕は個人的に思うのは突飛な論点とかっていう話でもなく、まあ、ちょっと委託買い付けっていうのはどうかなっていう気はするけどちょっと突飛かなっていう気はするけどまあまあそれはさておき。 全体的にはやっぱり簿記論の本来的なあ身につけるべき知識というものを問うた問題なのかなっていう気がしました。ね。だから今日なんか、まあ、例えばだけどね、えー、さっきから繰り返して悪いけどもあの例えばその第一問の問いの一話みたいなものでしっかりとパートパートとはいえ回答を出すっていうことができたよっていう方はこれはね 1>, あの1年間なら1年間、簿記論対策という観点での勉強の進め方としては、極めて妥当な勉強のされ方をした証だと思います。うんだから、やり方として全然間違ってないと思う。で、それができなかったからダメってことじゃないんだよ。別に、第二問みたいな問題で、しっかり返品権付き特約の前提での販売の処理はちゃんと覚えたんだとか、ね、有価証券の話はちゃんとできるようにしたんだとか、それはそれで一つの成果なんだから、全然僕は悪いことではないと思う。で、ないとは思うけども、まあ、 できることであるならばやっぱり第一もの問いの位置今日取材された第一もの問いの位置みたいな問題っていうのは常に意識をしておく、まあ、必ずしもこういうキャッシュの問題じゃなくてもいいんです資料は。まあ、何したって感情分析を行うことによって回答要求項目を導出するっていうのはいろんな場面で使うものだからあのこういったところをしっかりね身につけてきた方々っていうのがやっぱりそれなりに評価を受けられる試験だったんじゃないかなっていうふうに思います。だからそういうい意味では まあ普通妥当な問題というふうに言えるんじゃないかなというふうに思いますよ。でただまあ収益認識の話がポツポツは出てますけどまあ結論的に言うと今年はその関係が仮に全然できなくてもあんまり問題ないです。だって第1問の問いの2番の音速ができなくても問題ないしで第3問だって建設業まあこれは僕は取ってほしいですけど。 検出業の課題がもしできなくったってその他の項目をしっかりやっていけばもうこれはちょっと配点要領にもよるけども半分近くいきますよこれねだからあそれ自体によって合否が分かるということではないただやっぱちょっとやっぱり意識をしていただきたいのがね、まあ、今日すぐにとかねもう23日うちに全部徹底的に間違ったところ見直しなさないなんて僕はそんなこと言うつもりはないやっぱりこの時期ね暑い中睡眠時間を削って勉強をやってくださった皆さんですから疲れも溜まってるしね ねえ疲れも溜まってるしまあこういう時期ですからあのやっぱり疲れが溜まってる時は免疫も落ちるでしょでね,えねえあのまだまだ今よからぬ病気も流行ってるんでそういったものもらってしまいやすくなってるはずなんですよ疲れてるんだからねだからまあしばらくの間はまずゆっくりとお休みをしていただければいいと思うんだけどねまずは英気を養っていただくということが大事だと思うんだけどもお少し。 自己的な見直しの際には今僕が申し上げたような観点というものを少しね捉えていただくというのは一つ参考にはなるというふうには思いますよ。ねえー、だから、まあ、何が言いたいかっていうと結局ね、まあ、今日もその収益認識基準の絡みっていうのはやっぱり大きな話題にもなってるしさあーそこの部分を非常に気にされてる方も多かったで実際今日の試験出ましたけどそれができたことによって受かるとか。 あそれができなかったここととによよっってて落ちるいいうのことはないな,いないですよただ僕の感覚で言うと、まあ、それはできた方がいいに決まってるんですよ。これだけ建設業なんか僕は出るって言ってるんですから一番出しやすいって言ってるんですからあーそこはできる方にしといた方がいいに決まってるんですけどね。しといた方がいいに決まってるんだけどただそういうところはそういうところで見るのも大事だけどね。 今日の第1問の問いの1みたいなあしっかり資料を読んで感情を起こして、ね、各資料のデータが導出される過程を考えながら回答要求項目を導出するともうこういう感情分析を駆使する問題の回答っていうのは簿記論である以上はこれは大ななりり小々ずっと続くんです、ね、だこういったところっていうのはやっぱり見直しに値する問題だと僕は思いますよ。ね ねえそういったところは少し念頭にいながらご確認いただくといいのかなと思います。はいでねちょっとまあ超速報版ということになるんですがちょっと長くなっちゃったんであれなんですけどもお少しまあ現時点で今日の問題を見た僕の所感というところでお話をさせていただきました。あーでこの詳細版であったり、えー、予想配点それから私どもの考える予想ボーダーラインを付したものは金曜日の段階でアップします。 でえー、土曜日の徹底検証会の方で、えー、そちらを再度お変更がなければご案内するし変更があればそこでご案内します、えー、そういった前提で今後スケジューリング進めさせていただこうと思いますんでね、まあ、お時間とご都合のいい方はぜひですね、えー、検証会等ご参加いただいてもうちょっと詳細論についてお話しする機会もあると思いますから、ねえー、そちらで裏を取っていただいた後に まあ、今回の試験の問題のね、動向というのを確認するようにしていただけるとありがたいと思います。はい、以上で、今日の講義は終了です。えー、皆さん方、もう今申し上げました本当にね、暑い中ちょっと無理されてると思うので、あのー、本当にもう2、3日はゆっくり休んでください、ねあの。すぐに見直しするのは確かに効果的かもしれないけども、それはあの体力削ってる段階でね、無理してやるべきことじゃないよ。ね、あのまずはもう皆さんの体が第一だからね、ね まあ今はまだ気張ってるからなかなかあれかもしれない。そんなに疲れなん感じないかもしんないけど、やっぱりね、なんだかんだ言ったって気づかれはものすごいしね、精神的なストレスだって相当かかってるはずなのよ。ねで。やっぱりここで気が抜けると、ね、それ試験終わるんですから、当然気が抜けに決まってるんですから。そうすると、やっぱりね、あの変な病気になりやすい。これは別にコロナうんぬんじゃないんです。僕らの時からそうなんです。やっぱり試験終わった後ってのは体調崩しやすかったりするから、ね。あのまずはしっかりと疲れをとって、 ね、2,3日ゆっくりしていただいた後にまあ、見直すべきものは見直すね、そして今後の予定をか考えていくとかまあ、それをね立てられるようにしていただけるといいんじゃないかと思います、はい、以上で本日のポイント速報は終了となります皆さんご,、えー、ご視聴いただきましてありがとうございましたあ以上で終了となりますお疲れ様でございました